金沢市役所第一本庁舎4階にある国際交流課にやってきました。こちらには金沢市の5人の国際交流員の皆さんのデスクがあります。今国際交流員の皆さんは今月末に開催されるイベントに向けて準備を進めています。今回初めての開催ということで国際交流員がその中心を担います。石川中央都市圏グローバルエキスポ、金沢市と周辺の市町で活動している10人の国際交流員と学ぼうというイベントで、今月31日に金沢市役所第二本庁舎で開催されます。今回のいいね金沢で詳しく紹介します。今回国際交流員の皆さんが初めてイベントを開催するということですが、どんな狙いがありますか？一番の狙いはグローバル人材の育成ですね。さまざまな国の人と交流して世界で活躍する人が育ってほしいとの思いで今回のイベントの開催に至りました。当日この金沢市役所第二本庁舎がイベントの会場になりますが、はい、こちらにはどんなブースが並びますか？そうですね、その外の芝生広場、いろんな国の料理のテントが配置されます、はい、世界の食が楽しめます、ね、石川中央都市圏グローバルエキスポ、10人の国際交流員と学ぼう。石川中央都市圏とは金沢市と白山市、河北市、野々市市、津幡町、内灘町の4市2町で形成するもので、地域活性化や都市機能の強化、市民サービスの向上など広域で連携し取り組んでいます。このイベントは石川中央都市圏の4市2町に勤務する7カ国10人の国際交流員と、さまざまな国の言葉や文化について共に学ぼうというものです。金沢市で働く国際交流員の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは自己紹介をお願いします。大家好、中国出身の楊育輝と申します。日本のアニメや漫画が大好きで、高校時代から日本語を勉強始めました。今年で国際交流員2年目です。よろしくお願いします。 Bonjour、 マシアです。フランスからの国際交流員です。私は、幼い頃に日本の風景の写真を見て、あれからずっと情熱的に日本に興味を持ちました。国際交流員になってから4年目になります。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、韓国出身のイ・ジミと申します。日本語と韓国語が語順が一緒ということに気づいて、そこから日本語自体に興味を持つようになりました。国際交流員2年目に入りました。よろしくお願いします。中野マン、ベルギー出身のアルノです。高校生の時、食文化とアニメで日本が好きになって、日本語を勉強し始めたのは大学生からです。国際交流員1年目、よろしくお願いします。そして来日2年目のイギリス出身のブーコック・エリーさんです。金沢市役所では合わせて5人の国際交流員が働いています。普段どんな仕事をしているんですか？はい、国際交流員は地域の国際化のために働いています。例えば海外の都市と交流する時の通訳をしたり、市役所でさまざまな文章を翻訳したり、あとは小中学校の生徒児童のために母国の文化を紹介したり、市民の皆さんを対象に国際理解講座や料理教室を開催したりしています。私たち金沢市国際交流員の活動は私たちのインスタグラムでご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。金沢市の姉妹都市は世界7カ国、アメリカのバッファロー市、ロシアのイルクーツク市、ブラジルのポルトアレグレ市、ベルギーのゲント市、フランスのナンシー市、中国の蘇州市、
韓国のチョンジュ市です。金沢市の姉妹都市は7つですが、石川中央都市圏になると交流している都市が増えるんですね。はい、国や地域はイギリスにドイツ、オーストラリアにニュージーランド、そして台湾も加わって全部で12の国と地域です。当日は私たち4市2町が取り組んだ姉妹都市事業の紹介するパネルを展示しますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。これまでも石川中央都市圏の国際交流員は連携して国際交流事業を行ってきました。去年10月の金沢国際交流祭りでは、石川中央都市圏の国際交流員のブースを出展、来場者に各国のゲームや遊びを紹介しました。石川中央都市圏の10人の国際交流員の皆さんは他にどんな国の方が担当されるんでしょうか。はい、白山市、野々市市、津幡町、牛七町はアメリカ人の国際交流員、河北市はドイツの交流員がいます。このイベントのためにどんな準備をされてきましたか。そうですね、イベントをもっといいものにしようと私たちは何回も会議を行ってきました。今回のイベントは一つの国の祭りじゃなくて主要都市圏みんなのイベントなので、それぞれの国の特徴を出しつつごちゃ混ぜにならないか頑張って工夫しました。そしてたどり着いたアイデアが6つの市町から6つの学び。1つ目は国際交流員による母国の紹介です。国際交流員が趣向を凝らし母国を紹介するブースを設ける予定です。でこちらが私の中国ブースで出したいものの数々です。はい、中国らしいものがたくさん並んでいますよね。はい、金沢の姉妹都市である蘇州と友好交流都市である大連を紹介する絵だったりとか絵本だったりとか、こちらは中国の伝統工芸の切り絵の一種ですね。繊細ですね。はい、本当に一枚の紙でこういう感じで作るのは本当に高度な技術が必要ですね。これと似たような切り絵の体験は私のブースで用意しました。何なのか想像つきますか。開いた、いや想像ちょっとできないですね。はい、何だろう。開いてみましょう。こちらは、はい、雪の結晶です。すごい。はい、こういうのも作れますね。私のブースで用意してますのでぜひ遊びに来てください。当日は7つの国のブースが並びます。金沢市は素敵な町南市市と、姉妹都市になっているので、その、絵本を見せたいと思うんですけど、それで私が子供の時遊んでたゲームをちょっと紹介したいと思っております。私がいる韓国ブースでは皆さんが知らなかった面白い韓国文化についてのいろんなクイズや、あと日本の自分の名前を韓国語のスタンプを使ってシールに作ってみるという面白い体験を準備しています。ベルギーの国際交流員として簡単なクイズを通じてベルギーについていろいろ教えたいなと思っております。2つ目は留学相談コーナーです。これは専門アドバイザーがやってきて留学相談に乗せてくれます。留学に関心のある方にはでも役に立つかと思います。ミニ講座を聞いたり個別に相談したりできます。3つ目は海外体験談コーナー。どんな方のお話が聞けるんですか。このコーナーはですね、実際に海外に留学とかワーキングホリデーで海外経験のある日本の方に一緒に話を聞けることができるというコーナーで、海外にこれから行ってみたいという方にはすごく参考になるコーナーになります。そうなんですね。ちなみにジミンさんも留学経験があるんですか。私も大学生の時交換留学で日本の広島で半年住んだことがあります。異文化に本当に入って住んでみるという経験をしながら、こうなんか辛かった思いでもあるし楽しかった思いでもあって、本当にその文化圏で住んでみるということが一番貴重な経験だと思います。4つ目は日本語交流コーナー。これどんなコーナーですか。はい、
外国語は苦手だけど外国人とお話ししたいという方向けのコーナーです。子どもはもちろん大人の方も気軽に交流できるコーナーです。私国際交流員が交代して担当する予定です。5つ目は英語チャレンジコーナーですね。はい、そうですね。ここは国際交流員と英語で話したい方のコーナーです。上級者と初級者に分けていて、会話が弾むように企画も考えていますので、自分の英語を試したい方も、これから頑張りたい方もみんなが参加できます。ではアルノさんと一緒に英語で会話してみたいと思います。 That sounds like a great idea. I have a question for you. Do you like music? I like music. Which kind of music?I like Japanese music. Oh, okay, me too. 6つ目は各国のフードとドリンク。世界の食が楽しめるブースが並びます。そして国際交流員のサインを集めると各国のお菓子がもらえるスタンプラリーもあります。こちらは中国の伝統のお菓子、中国語ではシャチマ、日本語だとまあそのまま音訳でサーチマ、甘くてとろける食感になります。フランスのサンミシェルガレット、丸いバタービスケットになってるんですよね、うん、楽しんでいただければと思います。韓国の伝統的な昔ながらのお菓子になります。ヤッカというお菓子で、実はこれ昔は偉い人だけが食べられるデザートでした。ロータスのスペクロースでございます。シナモンとバターの味がするんですけど、コーヒーを飲みながらこれが一番おいしいと思います。楽しいイベントになりそうです。意気込みを聞きました。市民の方々に私たちの仕事や母国を紹介することになるので、それはとても楽しみにしております。私は実は金沢の姉妹都市であるゲントという町出身で、その姉妹都市についてもっと金沢の人たちに教えたいと思っております。いろんな国について知るということは自分の世界を広げるということなので、皆さんにもそういう経験をやっぱりやっていただいたらすごくいいイベントになると思います。グローバルエキスポ、世界の博覧会ということで、私たちの母国をさらに深く理解できてびっくり、楽しい、面白いがいっぱい詰まっているイベントになると思うので、ぜひ遊びに来てください。会場でお待ちしています。来週はもっと石川、未来へ、能登の里山里海の一品をお送りします。ここで金沢市からのお知らせです。個人、市、県民税、森林環境税の第2期の納期期限は来月2日の月曜日になります。詳しくは市民税課まで。駐車場の指定管理者を募集します。詳しくは1自転車などの駐車場については交通政策課まで、2金沢駅東駐車場および武蔵地下駐車場については市街地再生課までお問い合わせください。金沢暮らしの博物館は今月26日の月曜日から30日の金曜日まで展示会のため休館します。詳しくは金沢暮らしの博物館まで。いいね金沢。